いやダメでした。ギリギリまでね温泉に入ってて、熱海の駅に3分前に着いたから、あ、これ間に合ったなと思ったんですけど、なんと乗車券が磁気以上というレアケースでね、切符を読み込んでくれなかったんでしょうがないから有人改札の方から回って、なんか磁気が通らないんですけどとか確認をしている間に新幹線行っちゃいましたね。ちょっと残念でしたけど、まあでもまだ熱海でよかったです。27分後にまた次のこだま号が来ますんで、それで向かうことにします。久々にこういう旅行をやりましたけどね、乗って降りてまたすぐ次の列車に乗って、その間の短い時間で観光みたいなことをやると、どうしても時間が足りませんので乗り遅れということが発生します。でもね、乗り遅れの時間もまあ悪くはないもんです。こうやって例えば嫌みったらしく本数はいっぱいあるのぞみ号が通過していきます。嫌みったらしくなんて言っちゃいけませんね。私が温泉にダラダラ入って、その後時間ないのにビールテイスト飲料を飲んでたのが良くないだけなんですけど、東海道新幹線は本数はいっぱいあるんですけど、こだま号とかの止まるような途中駅はおおむね1時間に2本の運行になっています。って言った瞬間にまたもう1本通過ですよ。今なっていますって言った瞬間にピンポンパンってまた鳴りましたからね、信じられないことだな。まあ逆に言えばそれだけね、のぞみ号の需要がある中で、こだま号も本数少ないながら運行してくれるだけありがたいと思わなきゃいけません。そしたらね、これから先静岡で駿府城でも見に行こうと思ったんですけど、でもちょっと駿府城見に行くにもね、時間がやっぱまあ1時間は見といた方がいいかなと思うんですね。ただ今これで30分遅れましたから、30分で駿府城見に行くとなると、それはそれでまた次なる乗り遅れの可能性が出てきますよね。じゃあ無理なくするにはどうしたらいいかっつうと、まあやっぱ駿府はやめて、静岡はすいませんけど飛ばさせてもらってですね、その代わりに30分あれば十分なところとして浜松に行きましょうかね。特急券を改札に通しちゃったんですけど、でも新幹線に乗ってはいないので変更はできるはずです。まだ使ってはいないからね、多分大丈夫だと思うんですけど、これでちょっと今緑の窓口に行って、すいません気が変わったんですけど浜松に変更できますかって言ってみようかな。窓口で切符売ってたのが私の友達だったんでね、話が早くてすぐ変えてくれました。改札の方にもちょっと手間をかけちゃいましたけど、でもそれほど面倒くさいことではなかったみたい。だけやっぱあちこち乗りまくってるとね、駅員の友達なんてのもいっぱいできるわけでして、もともと友達だった人が駅員になったっていう事例もあるし、まあ、あちこちの JR で結構顔見知りは多いんですが、ただやっぱり会社の中でもいろいろありますんでね、どこ駅に私の友達が働いてますなんてことは普通は言わない、勝手に言えないですよね。そんな、なんですけど、熱海駅のその私の友達はね、前からもう全然行ってくれて構わないし、むしろウェルカムみたいな感じなんで、誰とか名前とかは絶対出しませんけどね、よく働いてる真面目な駅員ですよ。学生の時は、どうだったか分かりませんけど。651号名古屋行きが到着いたします。待ちかねました、こだま651号。まあ27分間でしたけどね、待ちかねるってことじゃないか。1号車、2号車、7号車と14号車、15号車です。この電車は全席禁煙となっております。このね、この電車はってこの喋り方が好きなんですけど、分かる人いないでしょうね。鉄道マニアってのはこういう自動放送みたいなのが好きな人が多いんですけどね。こだま号はですね、30分に1本しか走っていないがために、結構意外とお客さんが多かったりするものです。のぞみは本数が多いんでね、混んでるって言っても余裕あるもんなんですが、こだま号とか光号の方が満席に近い状態をよく見る気がしますね。でもまあ今日は土曜日ですけど、座ることはできるだろうな、さすがに。知ったかぶりしましたけどね、ガラガラみたいです。向こうの方の指定席の乗り場が随分混んでますけど、こだまってね、自由席が7、8両ぐらいあるんですけど、指定席2両しかないんで、だいたい自由席より指定の方が混むことが多いんですよね。出発よしとか言ってるから、そろそろ出るな。
作ってますよ。煙が上がってます。新富士です。残念ながら天気がそれほど良くないので富士山は見えませんが、海の方からは日がちょっと差してるみたい。ちょっと眩しいですね。一つ前の三島で5分止まり、この新富士でもまた5分の停車。まだ停車時間が多いからホーム上の売店で買い物ができますので、小玉号から車内販売もなくなりました。頑張っております。まあ、あんなの最新鋭の新幹線には鼻歌なのかもしれませんけど、のぞみに乗ってるとね、静岡県内は一瞬なんですよね。なんか分かんないけど、感覚、私の体感ですよ、熱海を通過してから浜松を通過するまでの私の体感は、まあ、30分ぐらいあればなんか行っちゃうなって感じなんですけどね。まあ実際どうなのか分かんないんですが、小玉だと、熱海から浜松までは1時間20分ぐらいかかるのかな。多分のぞみの倍以上かかってると思いますよ。まあ別にしょうがないけどね。長時間停車っていうのもいいもんですよ。ホーム上のね、売店とかなんか物色したりとか、あとは新幹線が通過して追い抜かれるのをこう見ながら、自分はのんびり観光、暇なお出かけ旅行、贅沢なもんだと感じて、あ、ベルが鳴ったらじゃあ次の街行くか、まあそんな感じですね。5分間ぐらいありますとね、あ、新富士とはこういうところか、あ、遠くの方を眺めると、なるほど、煙突というのがたくさん出ていて、工業、紙をたくさん作ってるんだなということがわかるわけです。立派な煙突、富士の力を感じさせます。こんな立派な街でものぞみ号がどんどん通過していくんですから、大したもんですよ。東京、名古屋、大阪、この3都市。新幹線の駅は必ずしも昔から使っていた大きな駅にそのまま乗り入れることができるというわけではなくて、例えば新大阪駅とかこの新富士駅なんか代表的な例ですけれど、この富士市では、まあ、富士駅が大きな駅として地元では使われているわけですが、そこに新幹線が行くことができなかったので新富士というところを作ったわけです。大阪もそうで、大阪駅に入れられるんだったら新幹線を入れたかったでしょうけれど、それが無理だから新大阪という別の駅を作ったわけです。こちらが今渡っておりますのが富士川でして、確かこっちが新幹線で、在来線があちらに走っております。あれは水道の橋ですが、その奥にあるあのトラス橋というんですけれど、緑色の橋、あちらに普通の東海道線が走る、このような隔たり方、奥のあの雲に霞んでおりますが、あの辺りに富士山があります。裾野が広いので、これだけ見ても富士山だということが一目でわかるのです。大体この辺りに広がっておりますが、先ほどから繰り返しお伝えしているように立派な紙の工場で、今そこで東海道本線と垂直に交差しました。さて、静岡県の名物といえばいろいろありますが、まず第一にお茶、それから焼津の、まあ、遠洋漁業のマグロ、それからあとはみかん、そういったものがちょうどこの辺りから見えてくるようなところです。あのマグロは見えませんよ。マグロはね、あの木になるものではありませんので、マグロ畑とか狭な見当たりませんけど、果樹園とかが今ちょっと映ってましたよね。あとは沿線にですね、こんもりとしたお茶っ葉の畑なんかがたくさん現れるようなところで、東海道新幹線の最も景色のいいところはこの辺かなと思います。右手には富士山、左手には海、時には左手に富士山が見えるということもあります。どうかな、見えるんじゃないかな。お茶畑とかまだかな、あの坂の上なんか、あの辺は多分茶畑ですね。ただ今の時期はあんまりお茶っ葉というものがそんなには存在しない時期だと思いますけど、11月ですから。でもみかんはなってるな。先ほどから神奈川でも足柄のみかんが見られていたはずです。今この上も全部みかん畑でしたよ。うちの大学にですね、物世科というふうに略されているんですが、物理の世界という授業がありまして、その授業が先生があまりにも優しすぎて単位を取るのも簡単すぎるということで、みんな人気なんですね。でもほとんどまともに授業を聞きに来る人はいないという、なんともひどい話なんですが、その先生がね、結構交通とかその乗り物みたいなのが好きみたいで、結構飛行機のことを話すのが中心ですが、鉄道の話も聞くことがあるんですね。でリニア新幹線の話してましたけど、東海道新幹線今こうやって走ってますが、やっぱり列車が速いので車間距離を取らなければいけません。でそうするとリニア新幹線は東海道新幹線の倍ぐらいの速度で走りますから、もっと車間距離を取らなきゃいけない。そうなると東海道新幹線でたくさんのお客さん、やっぱりね、この列車も混んでるわけですけど、お客さんはたくさん運べてますが、さっきガラガラとか言いました、ガラガラではありませんでした、まあまあ混んでました、やっぱり。で、リニア新幹線は本数がそんなに増やせないから、だからどうなんだろうね、意外ともうリニア新幹線ができるような頃になったら、テレビ電話とかね、そういう文化が普及して、で別にもう高速移動の手段なんてそんなには重要じゃないんじゃないかなみたいな、そんなことをおっしゃってましてね、私もそんな気がしましたけどね、どうなんでしょう。
今カーブで傾いてますけどね。東海道新幹線の新型車両 L700系というこの車両ですが、カーブになるとこうやって傾きますんで、酔うとかそのレベルじゃありませんけどね。あ、これもまたね、乗ってておーって感じがする。これもね、結構楽しくて、なんていうのかな、こう低空飛行をしてね、滑るような楽しさですよ。これもまたその私の非常に拙い物理学的知識をもとにお話ししますと、カーブになりますと遠心力というもので内側に引っ張られるわけです。自転車で皆さんも同じことをやっていらっしゃるわけですが、自転車でね、体を全く倒さないで曲がろうとしてみてください。もう無理ですからね、ほとんど無理。できなくはないですけど、ぎこちなさすぎてとんでもないことになります。で、自転車でやるときに皆さんが無意識にやっていることとして、カーブで曲がるときには体をこうやって内側の方へ少しは傾けて走ります。別に白バイ隊員みたいにこんなになって走ることはないですよ。人が来たかと思ってビビりましたけどね、大丈夫でした。で、そんなになってまで傾く必要はないんですけど、でもやっぱりちょっとは傾いてます。で、鉄道の車両はですね、何事もないとほとんどそういったことはしておりません。足元のこの2本のレール、これが実はカーブになりますと高さが違うようになりまして、関東といってね、内側に多少傾くように地面が傾いてるってことあるんですけど、それだけじゃなくて、さらに車体も傾けるともっと大きく高速の性能を発揮することができるんですね。在来線では国鉄の時代、1970年代からそういうことをやっていましたが、新幹線ではこの N700 系という2008年にデビューしたこの車両が一番新しいもの、一番最近のもので、初めてのものです。列車は間もなく静岡に着くそうで、もともと降りる予定だった静岡ですが、今回はスキップします。静岡の駅に着きまして、また5分の停車です。熱海の駅では新幹線に追い抜かれるということはないんですが、熱海の次、三島、新富士、静岡、それぞれ5分ずつ止まっています。次の掛川は多分そういうことはないと思いますけどね。新幹線の本数があまりにも多すぎるので、各駅に止まっていく小玉号は道を譲りながら走る、まさにそのようなやり方をとっています。これ買ってきました。サンドイッチ弁当ですね。これね、フランスの国旗だと、ロシアじゃないの、これフランスですけど、これ何なのかっていうと、1889年に静岡駅が開業したらしいんですが、その開業当初から売っている伝統の駅弁なんですね。しかももっと言うと、日本で売られているサンドイッチのもうほぼ最古産でして、駅弁で言うとなんかこれ説がいろいろあるんですけど、駅弁も一応日本で最古のサンドイッチということになっております。ただね、静岡県で東海県としては別にこれを最古のサンドイッチというふうに前面に押し出しては、どうも今ホームページを見た限りではなかったようですけれど、でもこれもファンの間では東海県のサンドイッチ、これね、安いんですよ。これ340円ですからね、駅弁にしては信じられないぐらいに安い。安さがブランドの一つとしてなってるのかもしれませんけどね、良心的な価格でして、私も静岡行った時によく購入しております。中身はこういう感じでハムと卵でして、これ340円なので、ね、かなりいいと思いますよ。ちなみに今ここを走行中ですが、もしこれ今晴れていれば、あちらの彼方に富士山が見えるところです。東海道新幹線で進行方向の左側、つまりこの向きですが、こちら側は富士山の見えない海側の席になっていますけれど、その線路の形の関係で、静岡を出発してから安倍川を渡ってトンネルを入るぐらいまでのところでは、進行方向左側に富士山が見えるというのが有名です。ここに富士山が見えれば、東京大阪間の新幹線光号でこれが言われていた、伝説といいますか、なんていうの、言い伝えらしいですけれど、光号の車内左側に座った時に富士山が見えれば大阪での商談はうまくいくと、そういうふうな言い伝えがあるそうです。本日のこの感じだとね、大阪での商談日和ではないようですが、浜松ではまたうなぎの弁当を買ってくる予定です。しかしお腹が減っておりますと、どうもデラックスな弁当を買ってしまうような気がしますので、ちょっと今のうちにこれをお腹の中に溜めておいてですね、それでお腹が減っていない状態で、あ、美味しそうだからいいものを食べちゃおうっていうふうなようにしないで、なるべくパッパとですね食べてしまう、なんですか、こう安いものを選ぶという、そのために今のうちにお腹、浜松で30分何をするかというと、うなぎのお弁当を買ってきて食べようという計画です。
うなぎは高いわけです。だからじゃあどうするかって言ったらば、まあ、話は簡単でして、これを今のうちにお腹の中に入れといてですね、多少お腹を満たしておいて食欲を抑制し、高級なうなぎ弁当を買ってしまうことは避けようという完璧な計画なわけです。長野県、失礼、長野県じゃないや、静岡県第二の町です。まあ、第二の町ですけど、ツートップみたいな感じですよね。静岡市も浜松市も政令指定都市、県庁を2カ所に置くことはできませんから、まあ、静岡の方がやっぱりあの、ね、駿府城もあったし、昔から中心ではあるんだけれども、まあ、でも、この浜松も負けず劣らずの大都会というイメージがあります。熱海から乗ってきた小玉651号は当駅でまた6分の停車、この間の停車時間でホーム上でうなぎのお弁当を買って、それでまた小玉に乗っていくというのもいいでしょう。これも東海道新幹線小玉号ならではの楽しみですが、でせっかくですので専門のお店で何か買っていくことにしたいと思います。浜松からすぐ外れた浜名の湖ではうなぎの養殖が大変有名 でここだけではありません。駅の構内にもたくさんうなぎ屋さんが入っています。うなぎって高すぎて本当食べる気にならないんですよね。浜松通夜の餃子が有名だから餃子でいいんじゃないかなって、なんかいつもそれでね、結局餃子食べて帰るんですよ。いや餃子もうなぎに匹敵する美味しさだと思いますよ。私は上、松、竹でいいですね。梅でもいいぐらいだけど、浜松でね、うなぎ弁当ですね。これこんな風にね、あの売ってるやつでしたけど、あのさっきのうなぎ屋さんのところで1800円でした。一番安いやつ、まあ、ちょっとちっちゃいけどね、でもあの私のお腹の中にすでにサンドイッチがありますんで、そんなに大きいやつじゃなくてもいいかなと。いや静岡で買ったのは正解でしたよね。ちなみにまず あとこのここに、ね、映ってるこの建物なんですけど、これ浜松の象徴的なやつで、新幹線とかに乗ってるんで、お浜松に着いたなってあれを見ながらいいと思いますけど、他にはなんか浜松の街について言うことはありますかね。あとはね、ネットカフェが駅の目の前に隣接してるんですよ。浜松も静岡もそうなんですけど、お金のない旅行にはネットカフェが重要な活用手段となりますが、あそこにあると結構便利ですよね。あとはあの金券ショップが駅の周りにね、浜松は随分充実してまして、あっちでもそれから向こうでも金券ショップありまして、買い取りなんかも結構レートが高いようです。あの金券ショップで回数券をあの買い取ってるんですよね。でそれって余らせた人が買う以外にもですね、あのクレジットカードで回数券を買って、それを金券ショップに持って行って現金で買ってもらうということをやることによって、クレジットカードのショッピング枠を現金に換金するという、なかなかにこうやばい、こうダーク、世の中のあのブラックな部分をねこう見るような話ですけれど、そういうことを世の中にやる人がいるんですね。だから回数券を金券ショップで買うと、確実に現金で買った回数券ではなく、クレジットカードで買った回数券ということで出てきます。だからあの金券ショップで回数券バラ売りしてますけど、金券ショップが JR から定価で買ってきてるわけじゃないんですね。そうじゃなくて、お金に困っているような人がクレジットカードで買ってきて、それを金券ショップが定価よりも定価の 95% とか、そういう金額で買い取るということをやっているわけですよ。思っている手早く買えてしまったんで、ね、もう一個買い物ということで、あの自撮り棒を買ってこようと思います。駅の横のビッグカメラ、うちから持ってくるの忘れちゃったんですけどね、自撮り棒って100均とかでも売ってるんですよね。ちなみに今でも最長往復切符の時にですね、プレゼントしていただいた自撮り棒を使わせていただいています。確か南浦和でプレゼントしてくださったか、南流山だったと思いますけど、あの時の方今もご覧いただいてたらありがとうございます。浜松駅でやってね、こういう風にしてやってたんですけど、映りたくないでしょ、分かってますからね。結構ね、もうあちこちヨーロッパでもいろいろそういうのやってる人いますから、あのうまくいいカモが見つかるといいですね。こういう感じで、ね、募金詐欺に邁進されてる方もいっぱいいらっしゃいます。浜松でもやってるんですね。もうね、どこ行ってもダメだ、もうニコニコして愛想はよくてね、あの人なんか優しそうな顔して、それで人をこう騙して募金詐欺になるんだからなと思うんですけど、あのまあわかります、先日上野でもありましたけどね、あのいろんなところで似たようなことやってる方がいるものです。本日は東海道の旅、東京新宿を特急踊り子で立って熱海で温泉に入り、浜松で今うなぎのお弁当を買ったところです。次なる目的地は愛知県、お弁当だけではちょっと物足りませんから、味噌汁を飲みに行こうかなと、そういう風に考えているわけで、目的地は愛知県岡崎です。ちょうど今やってきます、6時、失
して、こだま653号は1時55分発ですから、この駅で4分ぐらい止まるみたいです。JR 東海ではホーム上の自撮り棒の使用も特に禁止しておりませんので、まあ、架線の方にこれはね、向けなければいいということになっています。架線というのはこの上のあの電線のことですよね。ただお客さんが今からいっぱい降りてきますので、ちょっと取りづらい雰囲気にはなるでしょう。こんにちは、東海道新幹線のここは浜松です。これから特急こだまに乗りまして、向かいますのは三河安城です。ちなみに2日前でね、特急のこだまという名前が60周年になったそうですよ。その三河安城という駅は、あの知名度は結構あるんですけれど、ただ割とお客さんが少ないというか快速電車も止まらないみたいな駅らしくて、前から気になってたんですが、一回行ってみたいということで今回三河安城の駅を利用して岡崎まで行く動画をお作りして皆さんにご覧に入れることにしました。よろしくお願いします。指定席持ってるんですけど、せっかくですから行きがけの雑誌に皆さんにご紹介したいと思いますが、こだまの指定席ってね、本当にやめた方がいいんですよ。指定席が2両とか3両しかないせいで、そこにお客さんが集中してまして、今すごい混んでたの分かったと思うんですけど、自由席はというとですね、次は名古屋に停まります。